乗車ありがとうございます。途中の伊勢丹から快速運転となります。各快速列車、荒尾行きです。次は伊勢丹です。ありがとうございます。まもなく水巻に着きます。降り口は左側です。開くドアと足元にご注意ください。閉まるドアにご注意ください。次の発車時刻は22時ちょうどです。引き続きご乗車のお客様、発車まで5分ほどお待ちください。
22時ちょうど発、区間快速列車の荒尾行きです。ただいま特急列車の通過を待ち合わせております。発車まで今しばらくお待ちください。
はい、お待たせいたしました。区間快速列車荒尾行き発車いたします。閉まるドアにご注意ください。ありがとうございます。まもなく恵比寿に着きます。降り口は右側です。開くドアと足元にご注意ください。列車とホームとの間が広く空いている場所でございます。降りの際お足元には十分ご注意ください。また小さなお子様をお連れのお客様は手をつないで一緒に降りください。
まるの方にご注意ください。ご注意ください。
なので、避難方法は足元にご注意ください。閉まるのにご注意ください。ご乗車ありがとうございます。まもなく東郷に着きます。降り口は右側です。開くの後、足元にご注意ください。
閉まるのにご注意ください。ご注意ください。千鳥、秩父、新宮中央方面。
指定列車の久留米行きは22時44分。この列車の着きましたホーム、向かい側は5番乗り場から発車いたします。次の久留米から別海市は快速運転となります。途中の博多まで止まります駅は、古賀、復興大前、橋、千早、吉塚、途中の博多の順に停車を運転します。停車駅にご注意ください。ご注意ください。
乗車ありがとうございます。まもなく小川に着きます。降り口は右側です。開くドアと足元にご注意ください。小川を出ますと、次は三福蔵前に止まります。ご注意ください。
閉まるのにご注意ください。ご注意ください。
い、わかります。閉まる通りご注意ください。
女子図鑑から乗り換えのご案内をいたします。後継で走りも通ります。通列車の笹塗り行きは22時59分、神戸川橋で4番乗り場、通列車の能楽行きは23時8分、同じく4番乗り場から発車いたします。降り口は右側です。3番乗り場に着きます。開く後、足元にご注意ください。まもなく吉塚に着きます。吉塚を出ますと、次は博多に止まります。吉塚です。発車いたします。閉まるのにご注意ください。途中の二日市まで止まります駅は南福岡大野城二日市の順に停車をいたします。停車駅にご注意ください。降り口は左側です。5番乗り場に着きます。開くドアと足元にご注意ください。また降りの際、車内にお忘れ物落とし物となさいませんよう十分ご注意ください。今日も JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。博多に到着です。
案内いたします。22時54分発南福岡二日市鳥栖久留米方面、途中の二日市まで快速の区間快速荒尾行きです。高田を出ますと南福岡大野省途中二日市の順で停車いたします。なお二日市より先終点の荒尾までは各駅に停まります。停車駅にご注意ください。22時54分発途中二日市まで快速の区間快速荒尾行きです。発車まで3分ほどお待ちください。いたしました。途中二日市まで快速の区間快速荒尾行きです。発車します。閉まる道にご注意ください。次は南福岡に停まります。
式は携帯電話の電源をお掛けください。またそれ以外の場所ではアラームを設定なので通話は向いてください。この列車では各車両に優先席を設けております。優先席を必要とされるお客様には座席を譲りくださいますようご協力をお願いいたします。座席の上の荷物は荷物棚や膝の上に置いていただくなど周囲へのご配慮をお願いいたします。法令により危険物の持ち込みは禁止されています。車内で不審な荷物などが発見された場合は乗務員までお知らせください。また危険な行為や発見するなど緊急の場合は各車両に設置しております非常ボタンを押してお知らせください。列車は緊急停止し乗務員が対応いたします。また事故防止のため急ブレーキをかけることもありますのでご注意ください。 JR 九州からのお願いでした。次は南福岡に行きます。南福岡より乗り換えのご案内をいたします。春日水木方面普通列車の久留米駅は23時31分向かい側2番乗り場からの発車です。ご利用くださいましてありがとうございます。まもなく南福岡に着きます。降り口は右側です。1番乗り場に着きます。客道と足元にご注意ください。南福岡を出ますと次は大野省に停まります。
ただいま南福岡です。発車します。島田通りご注意ください。次は大野町に停まります。ありがとうございます。まもなく大野町に着きます。入り口は左側です。平戸と足元にご注意ください。大野町を出ますと次は二日市に停まります。ただいま大野町です。感謝します。閉まる道にご注意ください。次は二日市に停まります。
に停まります。より先、終点のアローマでは各駅に停まります。
島二日市です。普通列車の荒尾行きを発車いたします。島田通にご注意ください。Thank you.
ご利用くださいましてありがとうございます。まもなく春田に行きます。鳥口は右側です。ひらぐの後は足元にご注意ください。春田です。発車します。閉まる通りご注意ください。ご注意ください。
らっしゃいましてありがとうございます。まもなく木山に着きます。入口は右側です。平川と下谷口に行ってください。なお、天気鉄道をご利用のお客様は乗り換えです。ただいま、木山です。発車します。閉まるぞにご注意ください。弥生が丘です。発車します。閉まる側にご注意ください。Thank you.
利用くださいました。ありがとうございます。まもなくこちらに行きます。取り口は左側です。鉄道と足元にご注意ください。36分、向かい側6番乗り場からの発車です。ご利用くださいましてありがとうございます。まもなく鳥栖に着きます。取口は左側です。5番乗り場に着きます。手札等足元にご注意ください。降りの際車内に大勢で物がなさいませんよう、ご一緒のお越しください。
久留米海連塚方面普通列車の荒尾行きです。発車します。島田通りご注意ください。ありがとうございます。
クルーメです。普通列車の荒尾行き発車いたします。島田通りご注意ください。
Thank you.
Thank you.
別塚です。発車します。島通り口行ってください。中国の小屋です。発車します。島の通りご注意ください。
ございました。ありがとうございます。まもなく手坂に着きます。入口は右側です。先ほど後押し戻り口です。南瀬高です。発車します。閉まるドアにご注意ください。Thank you.
めましてありがとうございます。まもなく渡瀬に行きます。取り口は右側です。客はあと下取り口します。しばらく乗り越しください。